ようございます。どうも、ご苦労さんです。皆さんおはようございます。おはようございますと言って今午前9時前です。一ノ関の樹木葬公園墓地の、中にいます。ここはまあ第一墓地ですね。そんなことで毎年実は一ノ関に演奏しに来ているわけですけども、なんで毎年一ノ関に演奏しに来ているのか、まあ、どんなところでやってるのかっていうのは今まであんまりちゃんと お見せしていなかったこともあって、まあ気持ち的にちょっともう10年以上関わらせていただいているので、僕が YouTube を始めたというのもあって、初めはどうなんだろうな、こういうのをやるのどうなんだろうなと思ったりもしたんですけど、まあ、知ってもらうのも大事かなと思って今回は許可をいただいて、まあ、ご住職のインタビューをさせていただいたりとかもしたので、そこはちょっと別でご覧いただいてですね、どういう風になっているのか、その里山の中がどういう風になっているのか、もう本当にざっとですけど見てもらおうかなと思って人の少ない朝を狙ってきました。あんまりじっくりお見せしちゃうとね、ちゃんと表札というかはお名前が見えてしまうんで、そこはまああんまりお見せしませんけども、うちのじじばばおばが、あとあれだ、のんというね、うちにいた犬がここに眠ってまして、この里山はまあビオトープ、最初はビオトープ作りから始まっている、始まっているというか、まあ里山を作ることでその自然形態を保っていくというところに目的もあったりとかして、まあ僕もここの間伐にちょっと携わらせてもらったとか、まあ参加させてもらったこともあったりとかして、でまあご住職から、先住職から毎年やっているメモリアルっていう式典で太鼓を演奏してくんないかっていうこともあったんでね、で毎年来るようになったんですけど、まあ僕はだから毎年演奏しに来て、一番僕の、お前は太鼓やってればいいと言ってくれたじいちゃんの墓参りも兼ねているということで、なかなかいい時間をいただいてるんですけど、ここは第一墓地っていうのかな、今ねだいぶ規模が大きくなって第三墓地まであるんですよね。で本当にこう里山を作る形で、まあ埋葬していくという、まあ、詳しくは、ご住職お二人のインタビューとですね、概要欄から、飛べるようにしておきますので、どんな風になっているのかっていうね、見ていただければいいと思うんですけど、ちょっとじゃあ歩きながらボソ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 と、あんまはっきり喋りませんけど、今日は静かなところでね、僕これ撮ったら演奏の準備しないといけないんで、そんなことで今回は参りたいと思います。
登ってきました。登るときはもうひたすら無言でね、あえてどんな風に登っていくのか、割とね急斜面だったんですけど、だいたいここが一番、まあもうちょっと上の方ありますけど、あっちの上の方はこの辺はね、もうちょっと小高くなってますけど、ハイキングまで行かないけどな、それなりに登りになっていて、こうちゃんと作業してくれてる方たちがね、こういうね、こういう風に、ね、ウッドチップを敷いてくれてるんですよ。なのですごく歩きやすい、全然滑らないしね、ガタガタしないんで非常に歩きやすいです。僕が一番最初に来た時はまだこんなにいっぱいいろんな、こうなんていうのかな、木々が育ってなかったりとか、ウッドチップもなかったりとかして、まだまだこれからだなって感じだったんですけど、もう本当に今綺麗になって、昨日実は先住職に第三墓地の方も案内してもらったんですけど、そっちもまあすごく素敵になっていて、まあこれもっと奥があるんですよね、もっともっと奥があるんですけど、まあそこはね今日は行ってる時間がないし、奥深すぎて行けないんで、これももっと奥まで、あっちの方が高いかな、こっちのね、ちょっと傾斜が、この画面だと傾斜が分かりにくいですけど、結構傾斜があってぐっと上に上がってるんで、こういう感じでね。で、人間の墓地と、あと向こうに川があるんですけど、川の方はペットの埋葬場所という感じになってますね。足元を映すとね、割とこういう風に水を溜めることで生態系を保っていくというか、そこからまた生態系を変えていくっていう役割があるみたいですね。これをさっき登ってきたんで、ひたすらまたみんなが準備している現場の方に持っていきます。まあこれ全部ね、車で回れるようにちゃんと作業員の人が、こう作業員の人って言ってもあれですよ、地元のそうお手伝いしてくれてる檀家さんとかね、すごいおじちゃんたちおばちゃんたちがやるんです。こういうのね、すごいんですよ、パワフルで。だから全部車で行き来できるようになってるんで、四駆の車だったらガーッと上がっていけるように作ってあると。すごい工夫されていて素晴らしいですね。でこのまま降りていきたいと思います。こっち結構急、こっちがもうすごい急なんで、これはもう車で上がってくる場所なんで、ね、こっち歩いていきます。さっき来た道を戻ります。このまま戻っていきます。僕はジンバルでしたっけ、ジンバル揺れないようにするやつ持ってないんで、ね、画面がね揺れて見にくいかと思うけど、一緒に歩いてるつもりになってもらって、なんちってね、臨場感があっていいじゃないかと言い訳にしたいと思います。こっちにこうやって登っていく道もあったりとかしますね。こういっぱいねこの細道ができていて、その細道沿いに墓標というか、腐らないものは使ってないので、目印も全部木でできていて、それをちゃんと交換してくれるんですけど、そんなに今年は紅葉してないですね。こういう赤いのいるけど、あんまり色変わってないな。温度差があんまりなかったのか。これね、もう少しするとその樹木葬メモリアルという
毎年行われている行事に参加する方たちが自分たちのお墓参りも兼ねてくるので、もっと人がいっぱいになっちゃうんですよね。そうするとね、やっぱりちょっと撮影するのはね難しいので、人が少ないうちに静かに撮りたい、墓石とかそういうものは一切ないです。はい、さっきのスタート地点が見えて、なんか林くんとか言ってる。そろそろ準備しろってことかな。準備し始めないといなくなっちゃうんだよ、みんな。おじちゃんたちが。で、さっき、ぐるっと回った場所に来ました。こういう感じでね、降りてきましたね。ここを先上がったです。で、また戻ってきました。うん。さすがに、山の上の方とかと少し気温が2、3度違いますね。よいしょ。じゃあさらに戻りましょうか。あ、できてる。さっき全然だったの。もうできて。早い。やばい。俺もやんないと。こういう感じでね。というわけで、後ほどメモリアルというイベントがどんな感じかもちょっと撮りたいと思いますのでね。